友達と心霊スポットに行った時、そこはある山の道路の途中にあるちょっとした広場で、そこに車を止め、練炭を使い自ら命を絶つということがよくあった場所で、地元では有名な場所だったのですが、そこへ友達数人でドライブがてら出かけたのですが、広場に着き車から降りて少し歩いている時、どこからか着信音が聞こえてきました。全員自分のスマホを確認したのですが、誰のスマホでもないので、音がする方を少し探すと、草むらの中に古いガラケーが落ちている。きっと誰かが私たちと同じように肝試しに来て携帯電話を落としてしまったのかなと思い、とりあえず電話に出ると男性の声で、これから行きますと言い切れてしまいました。その様子を見ていた友達の一人が、何だってと聞くので、これから来るってと答えると、別の友達が、その携帯バッテリーなくないと言うので、携帯本体を裏返して見てみるとバッテリーがついていない。なんで電話ができたのかなと思い、携帯をもう一度見ると画面は割れていて、電源はもちろんついていない。さっきの電話は何だったんだろうと思った時、少し離れたところから砂利を踏む音が聞こえてきて、徐々にこちらに近づいてきているのですが、姿は見えない。私たちは慌てて手に持っていた携帯を投げ捨て、その場から逃げました。あの電話は自ら命を絶った人のものだったのでしょうか。